皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の社会科、私たちの国土、1時間目の内容です。第1回目の今日は、世界地図を見て世界がどのように広がっているのかを学習していきます。今日の目当てがこちらです。地球には6つの大陸と3つの大きな海洋があります。世界地図を見て大陸と海洋の名前をノートに書きましょう。それではどうぞ。地球には6つの大陸があります。ユーラシア大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、オーストラリア大陸、南極大陸です。また3つの大きな海洋があります。太平洋、大西洋、インド洋です。今皆さんが見ている地図には縦の線と横の線が引いてありませんか。縦の線を経線といい、横の線を緯線といいます。経度は経線の位置を表すもの、緯度は緯線の位置を表すもので、地図上の位置を正確に表すときに使います。世界地図を見て日本を見つけてみましょう。見つかりましたか？日本は地図の中央上部にあります。地図をもとに日本の位置を今日学習した言葉を使ってノートに書いてみましょう。それではどうぞ。日本の位置を説明できましたか？例えば、日本はユーラシア大陸の東にあります、や太平洋の西にありますなどと言えますね。世界には日本の他にどのような国があるでしょうか。次回は世界の主な国々と日本の位置関係、世界の国々の国旗について見ていきましょう。これで茨城オンラインスタディ小学校5年生の社会科、私たちの国土、1時間目を終わりにします。皆さんよく頑張りましたね。それではまた次回会いましょう。